神がかりクロスハート発売。カウントダウン。サナさんとカウントダウンコールできるなんてちょっとすごく幸せな気分です。そうか、カナエ、そう喜んでもらえると私も嬉しく思う。まあ本編ではサナ先輩に振られ続けていましたからね。振られてなんかないわよ、ミオ。そうですか？いつもサナ先輩を追いかけては逃げられてばかりだった気がしますけど。ねえ、サナ先輩。そうだな。決してカナエのことは嫌いではないのだが、やはり少し困ってしまっていたかもな。ストーカー気味のカナエ先輩。いえ、正真正銘のストーカーですみません。ストーカーじゃないよ。ですが追いかけられていましたよね、佐野先輩。そうだな。確かに毎日のように追いかけられていたような気はするな。やはり正真正銘のストーカーですね。くーん、佐野先輩が警察に訴えたりしない優しい方で本当に良かったですね。訴えられたりしていたら即アウトでしたよ。逮捕者です、逮捕者。逮捕？はい、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金になるところでした。部費が削られなくて本当に良かったです。いくらなんでもカナエをそんな目に遭わせたりはするものか。心配しないでくれ、カナエ。サナさん。うむ、よしよし。おっと、危うくカナエ先輩の犯罪行為のせいで告知を忘れるところでした。ではサナ先輩、そろそろどうぞ。うむ、神がかりクロスハート発売まであと5日となった。私と正吾との家族計画を垣間見ることのできる本作、今これを見てくれている君に楽しんでいただきたい。君に喜んでもらえるよう私も全身全霊を持って尽くさせてもらおうと思う。ぜひよろしく頼む。サナさんの家族計画。はあ、明るい家族計画。カナエ、大丈夫か、カナエ。もしや私は何か言葉を間違えてしまったのだろうか。いえ、あながち間違いでもないと思いますよ。はい、むしろあれだけ毎日鍛えていたはずのカナエ先輩がこれ好きなことで倒れてしまうとは。どうやら鍛え方に問題があったようですので、今すぐにでも再教育してこようかと。ではサナ先輩、そういうわけで私たちは失礼しますので、最後はよろしくお願いします。そうか、わかった。よくわからぬが頑張ってきてくれ。さてではみんな、お別れの時間だ。神がかりクロスハート5月25日発売だ。ぜひ購入して楽しんでくれたまえ。